さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。50回目の今回は、不惑の大砲の異名で知られた選手の紹介になるよ。その選手とは、南海、オリックス、大英に在籍していた、門田博光選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。門田博光、1948年2月26日生まれの72歳。山口県小野田市生まれ、奈良県五條市育ちの元プロ野球選手だよ。引退後は評論家、野球解説者、独立リーグの監督を務めているよ。山口県小野田市に、5人兄弟の三男として生まれ、父が貿易関係に失敗し、一家で奈良市に移り、つましい家庭で育つよ。五条中学から天理高校に進み、天理高校では、4番打者、センターとして、同期のエースと山を擁し活躍。1964年秋季近畿大会県予選では、4校による決勝リーグに進むが、1勝2敗に終わるよ。翌1965年、夏の県予選決勝に進出。白滝投手のいた、郡山校を2対0で破るよ。続く際大会決勝でも、県和歌山賞を3対1で下ろし、甲子園に出場。1回戦で小山投手を擁する丸子実に、9回に逆転され1対3で敗退。卒業後鳩山と共に、社会人野球チームクラレ岡山に進むよ。1966年から、都市対抗野球大会に4年連続出場。1968年のドラフトで、阪急ブレイブスから12位指名を受けるが、これを拒否。1969年のドラフトで、南海ホークスからの2位指名を受け、プロ入りするよ。1年目の1970年は開幕から2番打者、ライトで起用され、53試合に先発出場、俊足、強肩、高打の中距離打者として頭角を現すよ。2年目の1971年にレギュラー定着。主に2番打者として打率3割、31本塁打、120打点を記録し打点王を獲得、初のベストナインに選出されるよ。そして同年に打撃フォームを、大貞治を参考にした一本足打法に改造したよ。プロ入り2年目の1971年から、野村監督解任の年である、1977年までの7年間で、5回の打率3割を記録。1973年には打率3割1分、18本塁打の成績でリーグ優勝に貢献したよ。同年の読売との日本シリーズでは、第3戦に堀内から本塁打を放ち、シリーズ通算17打数3安打。野村監督時代は主に3番を打ち、成績的には、中距離打者としての性格が濃かったが、野村からは、俺の前にランナーで出てくれさえすればいい。それがお前の仕事。ホームランなど狙わなくていいと、はっきり言われ、大振りすると怒られたそうだよ。野村の解任によりその束縛から解放され、長距離打者としての道を歩み始めるよ。4番打者に座り、それまで使うことを許されなかった、重いバットを使い始め、最初の年の1978年は、夏になるとバテてしまい振り切れなくなり、低調な成績に終わったが、後には振り切れるようになったよ。1979年2月16日、キャンプ地の大方球場で、キャンプ合流11日目、準備運動でジャンプをして着地した際に、右足のアキレス腱を断裂。疲労の蓄積、この日から履いた新しいスパイク、硬すぎると多くの選手や、評論家が危惧していたグラウンドなど、様々な要因がある中でのことだったそうだよ。そしてほぼ1シーズンを棒に振るが、同年9月には代打で復帰するよ。翌1980年以降、ホームランを打てば、足に負担はかからない。これからは全打席ホームランを狙うと、長打狙いのバッティングに徹し、同年41本塁打を放つと、翌1981年には、44本塁打で初の本塁打王に輝いたよ。1981年7月には、月間16本塁打の、プロ野球新記録をマークしているよ。その16本目は、満塁本塁打だったよ。また、7月はオールスターゲームのある月であり、約1週間の公式戦中断がある中での記録だったよ。8月22日の西武戦では、同年2度目となる、満塁本塁打を松沼から放つよ。1983年も40本塁打で本塁打を、当時投手だった愛好から2本の満塁本塁打を放つよ。また1987年8月26日の西武戦では、史上24人目となる、通算2000本安打を達成したよ。1988年は40歳にして、打率3割1分1厘、44本塁打、125打点で本塁打王、打点王、さらに MVP に輝くよ。40代での40本塁打、100打点、そしてこの年限りで、消滅した南海での選手生活に花を添えたよ。40歳での MVP 選出は、プロ野球史上最年長記録であり、40歳を意味する、不惑という言葉はこの年の流行語にもなったよ。その後、42歳で31本、44歳で7本と、それぞれ年齢別最多本塁打記録を作ったよ。
1989年に南海は、大英本社に買収され、福岡に移転することになったが、子供のために、この時点での単身赴任を避けたく、また、平和大球場は、内外野とも人工芝であったため、足腰の負担を考慮して、福岡は遠い。なんとか関西に残れないだろうか、と球団に打診し、内田、原田、白井の3選手とのトレードにより、オリックスに移籍。移籍後も変わらぬ活躍で、ブルーサンダー打線の中核を担ったよ。1990年9月9日の西武戦では、香取からサヨナラ満塁本塁打、翌10日の西武戦でも、渡辺からサヨナラ本塁打を放ったよ。また門田は、オリックスでは、強いチームというのは、勝つ時も負ける時も、淡白でさらっとしている、と感じたというよ。南海が低迷した一員として、いつでも全力で戦うため、手の抜きどころを知らず、シーズンの前半戦は前線するも、後半戦は息切れしていたことを挙げているよ。これを、マラソンの25キロ地点で、息切れするようなものと表現しているよ。1991年、子供の進学で、単身赴任が可能となるなどの、家庭環境の変化と古巣への愛着から、オリックスを自由契約となる形で、古巣のホークスに復帰。2桁に乗せる本塁打数を記録するが、年齢による衰えは隠せず、翌年の1992年夏、記者に、俺は老衰と漏らし、このシーズン限りで現役を引退。引退試合は平和大球場での、プロ野球最終公式戦、3番 DH で先発し、1回裏近鉄の野茂投手との対戦で、すべて速球を、フルスイングで空振りし、3球三振だったよ。引退後は、1993年から2005年まで、朝日放送の野球解説者を務め、1993年、1994年はスポーツ日本評論家、1995年、1996年は日刊スポーツ評論家も務めたよ。2006年に野球殿堂入り。そして2010年から2011年までは、独立リーグの大阪ホークスドリームの監督を務めていたよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。1971年に31本塁打、120打点で打点王になった頃から、一発狙いの強振が目立ち始め、見かねた野村監督が、王に協力を頼んで、ヒット打ちに行くのが基本。その延長がホームランなんだ。と二人で説得を図ったとのエピソードが残されているよ。しかし門田は、そんなわずはありません。監督も王さんもホームラン狙いで大振りになっている、と自説を撤回しないばかりか、反論までしてきた門田に、二人とも唖然としたというよ。また、挙句の果てに門田は、監督はずるい。王さんと口裏を合わせていると、野村に言い放ち、王は、大変な新人が入ってきたねと呆れ、野村から、もう二度と教えてやらんと、怒鳴られたそうだよ。門田はあくまで、長打にこだわった打撃を押し通し、ホームランの当たり損ねがヒット、ホームラン狙いをやめれば4割打てる、とも語っているよ。その頃のプロ野球の主力選手には珍しく、大きな数字の背番号をつけており、さらに次第に大きくなっていったよ。1980年から使用した44番は、ハンク・アーロンなどメジャーリーグの強打者に多いことや、44歳で亡くなった、母親の供養の意味で、44本の本塁打を目標とする意図から付けられたよ。1981年に、実際に44本塁打を放って本塁打王を獲得すると、次は60本に目標を切り替えて、背番号を60としたそうだよ。1989年秋のドラフトで、野茂英雄が近鉄バファローズに入団することが決まった時には、野茂からの第1号は俺が打つと決め、翌シーズンへ向け、ゴルフ場で走り込むなど準備を進め、1990年4月18日の近鉄1回戦で、その目標を実現させているよ。野茂の初登板は、4月10日の西武戦であったが、門田は、誰も打つなよと念じ続け、願い通じ非本塁打例のまま迎えた18日も、4番に座る門田は、松永、福良、ブーマー、ホームラン打つなよ。絶対打つなよ。と、念じていたというよ。南海時代は野村と反りが合わなかったよ。門田はフルスイングを持ち味としているが、野村からは、大振りをやめろと再三注意されたよ。門田はそれを聞くことなく、自分のスタイルを貫いて2年目からレギュラーを掴んだよ。野村が門田の契約更改の、交渉の場に入ってきて、まだまだ働きが足らん。大きなこと言える立場じゃないよなどと、門田の年俸アップの足を、引っ張ったこともあるそうだよ。気一本な門田の気性を見通した、プレイングマネージャーの選手操縦法、という見方もできるが、門田はそう取らなかったそうだよ。衝突が決定的になったのは、野村の愛人問題であり、グラウンドに嫁はんが出てくることはない。野村さんにはとてもついていけないと、噛みついたよ。野村が解任された1977年には、当時の野村の愛人からの電話で、あんたが野村の言うことを聞かないと起用しない、と言われたそうだよ。
野村は次女で、南海監督時代に手こずった門田、江本、江夏の3人を、南海の三悪人と呼び、選手として一流になれても、指導者にはなれない、と語っているよ。野村が解説者時代の、週刊朝日の連載でも、最後の野球バカ門田博光と題し、何かを言えば、それと反対のことをする男である、と評しているよ。しかし一方で、野村は門田の実力を大いに認めているよ。門田を見出して3番に抜擢したのは野村であり、ものすごい頑張りやとも評しているよ。門田も、従うべきところでは従っていたと言われ、また、二塁の桜井と、ライトの門田は、10年間不動のままでいけると、野村に言ってもらい、信頼が厚くて助かったとも述べているよ。野村が3000試合出場の、記念の記録を立てた試合で、門田は、こういう時に野村さんに恩返しをしたいと、言ってきたというよ。何をしてくれるのかと思っていたら、キャッチャーマスクをかぶった、西武の野村の目の前で、特大のホームランを2打席連続で放ったよ。その後3打席目に立った門田に、もうわかったから、ええ加減にしとけや、とぼやくと、二塁打で済ませてくれた、のだというよ。南海の後継球団である、福岡ソフトバンクホークスでは、2013年にホークス創設75周年を記念した、プロジェクト、レジェンドホークスを展開。8月31日の楽天戦の試合前に、開かれた記念セレモニーには、野村と共に、南海時代の復刻ユニフォーム姿で登場したよ。始球式では、球団会長の立場で、見届け人として参加した、大貞治に見守られながら、同ドームの左打席に立ったよ。2020年に野村の訃報を門田が知ったのは、自身が通院していた兵庫県内の病院で、流れたテレビ速報であったそうだよ。訃報に際して、インタビューを受けた門田曰く、最後に野村に会ったのは、この前年の東京でのとある会でのことであったが、そこですでに車椅子姿であった野村は門田に、とことん打撃を追求する門田ほどの野球バカは、もう二度と出てこんやろうなぁ、と親しみを込めて認めてくれたというよ。入団1年目に、二塁走者として出ている時帰塁の際に、右肩を脱臼して以来、持病として脱臼癖を持っていたよ。1984年4月14日の日本ハム戦で、ホームランを打った際のハイタッチで、その右肩を脱臼しているよ。オリックス移籍1年目の、1989年9月25日、古巣の大栄戦でも、3回裏に本塁打を打ち、ホームで出迎えた、ブーマーからのハイタッチに応じた際に、再び右腕を脱臼。この時、登録抹消までには至らなかったが、シーズン終盤での貴重な約1週間を棒に振ったよ。この年は近鉄、西武とオリックスが最後まで競り合った末、近鉄が優勝したが、門田が登録抹消してから残り15試合は、オリックスにとってダメージとなり、オリックスとしての初優勝は、1995年まで持ち越しとなったよ。南海時代の1980年オフ、スポーツ日本で、阪神の掛布と門田のトレードが報じられたよ。球団事務所に抗議が殺到したために、話は流れてしまったが、トレードの話自体は本当にあった、と門田本人が後年明かしているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、とてもガが強い選手だと思ったね。今でこそ名監督として名高い野村監督、その人に対して物怖じせずに反論できる、さらに自分の持論を追求して本塁打を量産。誰もがそのようなことをできるとは限らないし、下手すればチーム方針に合わず、放出される可能性だってある。それでも自分を貫き通した、なかなかできることじゃないと思うよ。ということで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。